豊タカ流ともかつは、モンゴル国ウランバートル氏出身でタ波部屋所属の現役大相撲力士。本名は、スガラグジャービアンバスレン。血液型は AB 型。好物はカツ丼。嫌いなものは、魚介類。最高位は、東前頭5枚目。おじは、第68代横綱、朝昇シ名徳。朝昇シの長兄であるスガラグジャーの次男として、誕生。 11歳の頃からレスリングを始める。モンゴルの中東教育を卒業後、日本体育大学柏高校からレスリングの選手としてスカウトを受け、日本へ留学した。高校1年の5月、授業の一環として、両国国技館で相撲を見学した際に相撲に興味を抱き、その後、朝昌龍と相談し、レスリングをやめて相撲を始めることを決意する。 相撲経験はなかったが、アマチュアの大会で好成績を残し、驚くようなスピードで、潜在能力や身体能力の高さを見せていく。高校卒業後は、立浪部屋へ入門。入門してからも、朝昇竜とは何度もメールでやり取りをしており、自分の力で強くなれ。引いてはダメ、急に太ってはダメ。怪我をするからなどのアドバイスを朝昇竜から受けていた。 豊タカ龍は、大相撲の力士としての目標として、おじさんみたいに一番上の横綱になりたい。と語ったが、その返答として朝昇龍は、強くなるには、親方の言うことをちゃんと聞きなさい。と答えたという。2017年11月1日に新弟子検査を受験、同月12日に合格が発表された。新弟子検査の際に、対戦したい力士として、 エンドを挙げている。2018年工業ビザの取得を待って、初土俵は2018年1月場所となった。この場所は、第48代横綱、大宝の孫であるナヤと共に前相撲を取った。結果は3勝1敗であったが、この1敗は、ライバルのナヤである。同年、3月場所は、西女の口19枚目という番付で、 先場所の前相撲の時と同様に2000全勝同士で、東女の口18枚目のナヤと対戦し、敗れ、6勝1敗で終えた。なお、この場所の女の口優勝は、ナヤであった。同年、5月場所は、西女二段42枚目で7000全勝優勝を、遂げた。この場所は、ナヤとの対戦がなく、優勝後のインタビューでは、ナヤは、強いですよ。 ライバルの強さを認めた。その上で、豊か昇竜は、次は、絶対に勝つ。と、三度目の正直に燃えていた。七月場所直前の六月二十九日には、第六十九代横綱、白鵬の所属する宮城の部屋へで稽古に行き、白鵬に稽古をつけてもらった。稽古を終えた豊か昇竜は、横綱にぶつかることができて、嬉しいです。去年、 稽古してもらった後、自分はバーンと強くなって、インターハイも準優勝できましたと語った。また、白鵬は自分も稽古をつけてもらったから、今度は稽古をつけてやってね。不思議だね、歴史は繰り返すね。あとは彼次第。と、次世代のエースにエールを送った。同年、7月場所は、東3段目42枚目で6勝1敗だった。同年、 9月場所は、東幕下56枚目という番付で3、連勝スタートから3連敗。その後、3勝3敗同士で、前相撲での対戦を含めると、同年春場所以来3場所ぶり3度目となるライバルの、東幕下60枚目のナヤと対戦し、勝利し勝ち越しを決め、3度目の正直を果たした。これは、豊か勝利のナヤ戦初勝利となった。この取り組みにより、ナヤは、 地震初の負け越しとなり、次の場所では、三段目番付を落とす結果となった。同年、11月場所は、東幕下49枚目で6勝1敗だった。この場所は、初土俵以来初めて内野のいない番付で相撲を取る場所となった。さらに、この場所は、朝昇竜と並ぶ、初土俵から5場所連続勝ち越しとなった。二千十九年二千十九年一月場所では、 西幕下21枚目で5勝2敗とし、幕下上位への昇進が濃厚となった。また、初土俵から6場所連続勝ち越しとなり、おじの朝昇流を超える記録となった。同年、3月場所では、初の幕下上位となり西幕下7枚目という、番付で臨み、特進法に勝ち1勝0敗としたが、全場所敗れた木崎会に敗れ、その後、第十三代横綱、 ことの孫であり、現、佐渡ヶ岳親方の元関分け、ことの若の子供であることかまたに、ことかまたにと同じく、佐渡ヶ岳部屋のこと大号に敗れ3連敗となり、1勝3敗となる。しかし、その後3連勝とし4勝3敗となり、初土俵から7場所連続勝ち越しとなった。同年、5月場所では、2連勝した後3連敗したが、その後2連勝し、 4勝3敗で勝ち越し、初土俵から8場所連続勝ち越しとなった。同年、7月場所では、重量昇進を目指す、西幕下2枚目という番付で臨み、6番目の相撲までで3勝3敗。7番目の相撲では、前場所で勝った玉木戦で敗れてしまい、自身初の負け越しとなり、序の口デビューからの連続勝ち越しは8場所でストップした。七番相撲で負けた際に、 右の拳を土俵に叩きつけており、朝日新聞の記事で、おじゆずりの勝利への執着心について触れられた。同年、9月場所では2連勝した後3連敗。しかし、その後に連勝し4勝3敗としに場所ぶりの勝ち越しを決めた。場所後の番付編成会議で、翌、11月場所での重量昇進が決定した。外国出身では、史上68人目。 モンゴル出身では、史上35人目の重量昇進となった。日本体育大学柏高校からの関取昇進は、史上初。重量昇進会見では、シコナに、かんとつくので嬉しい。すごく、気持ちいい,い、と話した。10月3日に、モンゴルに帰国して、朝昇竜主催の昇進パーティーに出席する予定が、示され、豊か昇竜は、上に上がれば、 お前にあげるものがいっぱいあると言われたと贈り物に期待を寄せた。また、おじさんの行ったところまで行く。稽古をして強くなると末は横綱に昇進すると意欲を見せた。新十両として迎えた十一月場所は七勝八敗で終えた。千秋楽の取り組み後、豊か昇竜は負けても勝っても自分の相撲を取ろうと思っていた。負け越したけど、 今日の一番は嬉しい、と語った。また、負け越しが決まった十四日目の取り組み後に、おじの朝昇竜からメールで怒られたことを明かした。さらには、四十三度目の幕内最高優勝を決めた、横綱、白鵬に、優勝おめでとうございます。と直接伝えた際に、白鵬から、また来場所だな、と声をかけられた。初めての十五日間を終え、豊昇竜は、 勉強になった。重量は甘くないことが分かった。来場所はしっかりと頑張りたい。と決意を固めた。2020年重量2場所目となる1月場所は発勝7敗で、自身初めてとなる関取としての勝ち越しを決め、先場所の雪辱を果たした。重量3場所目となる3月場所は勝ち越しを決めに場所、連続勝ち越しとなったが、千秋楽は、 腰痛症により休場し発勝7敗で終えた。5月場所は新型コロナウイルス感染拡大により中止された。10両4場所目となる7月場所は1月場所以来の観客を入れての開催となった。関取昇進以降地震発の初日から連敗スタートとなったが、結果的に先週落で10両優勝を争い戦闘の一人で、ある4敗の三刀流を破り、 重量優勝へ望みをつなぎ、さらに自身初の二桁勝利を記録した。重量優勝決定戦は6人で争うことになり、1回戦目は極大勢を破り、ともえ戦に進出した。ともえ戦では、立浪部屋力士、秋アクアとの同部屋優勝決定戦となった。しかし、初戦で明生に破れそのまま秋雄がアクアを破り優勝を決めたため、 惜しくも優勝を逃す結果に終わった。9月場所に新入幕を果たした。初土俵から15場所でのスピード昇進だが、おじの朝昇流は、所要12場所で幕内に駆け上がったため、東京都内で行われたリモート会見で師匠の立並は、常におじさんの影を追っているので、もっと早く上がりたかったのではと弟子の心中を察していた。新入幕場所の目標は、 二桁勝って三勝を取ると明確に掲げた。おじが新入幕で9勝止まりだったことについては、それは知らなかったと笑顔で反応。成績は8勝7敗で終え、勝ち越したものの、おじが朝昇流の新入幕9勝には一歩届かなかった。入幕2場所目の11月場所は7勝8敗で負け越した。2021年1月場所は初日から5連敗したが、 おじの元横綱、朝昇龍の失咤により6日目から息を吹き返すように14日目まで9連勝した。しかし、先週楽で、大野章に敗れ2桁勝利とならず9勝6敗で、終えた。3月場所は4日目まで1勝3敗と負けが、先行していたが、5日目から3連勝し7日目の、時点で勝ちが先行した。中日で敗れたものの九日目から三連勝し、勝ち越しに大て、 12日目は敗れたものの13日目に勝ち越し決定した。しかし、14日目以降は負けを喫し8勝7敗で終えた。5月場所は7日目の高継勝戦で敗れた際、八角理事長から下からの攻めを忘れて安易に上手を取る相撲を指摘され、その様子について今時の若い者にありがちと苦言を呈された。18代西木島も、 変化で兄に右腕を狙う相撲を批判した。その後は、大関の朝の山を打ちかけ、正代を外掛けで破る活躍を見せた。14日目に、関脇、高安に破れ、負け越すも、最終的には7勝8敗と一点の負け越しに、とどめた。2021年5月場所終了現在2021年、5月場所終了現在2021年5月場所。 終了現在2021年5月場所、終了現在現役力士引退力士関分け以下。ありがとうございます。